スティーブン・パトリック・ハントは、アイルランド共和国ポート、レイシュ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは主に、サイドハーフ、左サイドバックや、攻撃的 MF としてもプレーできる。弟のロエルも同じくサッカー選手で代表での出場経験を持っており、レディング FC では同僚であった。初期レイシュ県に生まれ、ウォーターォードで育ったハントは、 少年時代はサッカーよりも前にハーリングに親しみ、ウォーターフォードガーの U-15 及び U-16 チームに所属していた。サッカーの方では、セカンダリースクールへ進学した11歳を機に、始めており、地域のカップ戦での活躍から、クリスタルパレス FC の下部組織に入団した。その後、クリスタルパレスのトップチームに昇格を果たすも、 出場機会をほとんど得ることができなかったため、2001年には、スコットランド一部ダンディーユナイテッド FC のトライアルに参加すると、新たなクラブを探し、同年に、ブレントフォード FC と契約した。入団からほどなくして、スティーブ・コッペル監督の下で定位置をつかみ、4期でリーグ戦1 3 6試合25得点を記録する、活躍を見せていたが、2005年に、 クラブからの契約延長をを拒否しして対談を選択したレディング・レディング FC での半ト2005年6月19日にフットボールリーグチャンピオンシップのレディング FC と1年契約を締結する。開幕戦こそボビー・コンベイの存在から控えでのスタートとなったがその後の活躍によって定位置を脱手し2005から06シーズンの リーグ優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。昇格1期目の2006から07シーズンもサイドの中心選手としてプレーしていたが、2006年10月14日のチェルシー FC 戦でボールを奪おうとした際に、相手 GK、ペトルチェフの頭に膝が直撃し、頭蓋骨陥没骨折を負わせてしまい、以来、チェフは試合中に常に頭部を保護するプロテクターをつけることに、 なった。この重大な事故に関して、相手のジョゼモーリーニョ監督から非難される一方、レディングのコッペル監督や、元アーセナル FC の GK ボブ・ウィルソンからは、意図的なものはなかったと用語の言葉をかけられ、最終的に FA から出場停止を課すことはないと判断された。しかし、同試合では、チェフと交代したカルロクリチーニに対して、 同僚のイブライマ・ソンコが衝突して負傷させたことも相まって相手ファンから殺害の脅迫を受けていた。2007年1月1日のウエストハムユナイテッド FC 戦でプレミアリーグでの初得点を挙げ5日に契約を延長した後も変わらずに活躍を示したことでシーズン終了後の7月にさらに契約を延長することに成功した。2008年1月の遺跡市場では サンダーランド AFC から2度にわたって、オファーがされ、遺跡金450万ポンドが提示されたが、クラブに放出する意思はなく、2月1日に契約を2011年夏までに延長することで答えたハントは、同2007から08シーズンに39試合6得点を挙げるも、得失点差による降格を防ぐことができなかった。翌2008から09シーズンは12月度の月間。 最優秀選手賞を受賞すると、顕著な活躍を見せており、そのプレイブリや契約が残り数ヶ月ということも影響して、プレミアリーグの複数クラブから関心を寄せられるも、2009年2月4日に契約を2012年夏まで延長して、忠誠心を示した。しかし、チームがプレミアリーグ昇格をかけたプレイオフ準決勝でバーンリー FC に敗北すると、 対談する意向を発表した。ハルシティ2009年8月13日にプレミアリーグのハルシティ AFC と4年契約を締結し、15日のチェルシー戦で過去のチェフへの行為から相手ファンからやじされながらも移籍後初得点を早速挙げた。また次のトッテナムホットスパー AFC 戦では大敗する中で本拠地での初得点を挙げている。降格の危機にある中、 2010年1月の遺跡市場で同様に陥っているウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC からの遺跡金500万ポンドのオファーを拒否したが4月に足を負傷してシーズン中に離脱となり自身の不在中に財政難のチームは2部へと降格していったウルバーハンプトン・ワンダラーズ2010年6月21日にプレミアリーグのウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC と3年契約を 締結する。春時代の足の負傷が感知していなかったために、数ヶ月合流が遅れた末、10月23日のチェルシー戦で後半から初出場を飾り、11月27日のサンダーランド戦で初得点を挙げた。2011年の初旬から、ふくらはぎやヘルニアの負傷から最大3ヶ月の離脱となる苦しい時期を経て2010から11シーズン残り5試合で、 復帰を果たすと、最終節のブラックバーンド・オーバーズ FC 戦で、試合残り3分に得点を挙げており、チームは敗れたものの、広角圏内にいるバーミンガムシティ FC とブラックプール FC が共に敗北したことで勝ち点差わずか1で残留を果たした。翌2011から12シーズンも定期的に起用されており、後半戦は、素敬部の負傷に苦しみながらも、 手術を受けて復帰した後は定期的に起用されていたがチームはついに2部へと降格した。チャンピオンシップで一期を過ごした後、2013年5月17日に契約満了に伴いフットボールリーグ1へ降格したチームから退団した。イップスウィッチタウン自由契約となった後、2013年9月にブラックプール FC から誘われるも、 自身の望む給与と開きがあったために破断となり、最終的に11月8日に、チャンピオンシップのイップスウィッチタウン FC と2014年1月までの短期契約を締結した。翌日のブラックプール戦で後半から早速、初出場を飾って、以降で存在感を示した結果、1月には契約を5ヶ月、シーズン終了後には契約を1年に延長することに成功した。 翌2014から15シーズンは、ウルバーハンプトン時代に支持した、ミック・マッカーシー監督が就任すると、自身の得意とする、左サイドハーフに、若手のキャメロン・スチュアートとアレックス・ヘンシャルを補強される、厳しい状況の中、簡単に明け渡す予定はないと定位置争いを宣言した。コベントリーシティドーシーズン限りで、ポートマンロードを去ると、半年間フリーの状態が続いた。 2016年1月8日、トレーニングに参加していた、フットボールリーグ1のコベントリーシティ FC と短期契約を交わした。2015から16シーズンをもって現役を引退した。UEFA ユーロ2012前にアイルランド代表に対して、ソポトで行われた、歓迎式での半ト2007年2月7日の UEFA ユーロ2008予選の3丸の戦で、 後半からアイルランド代表初出場を飾る。9月12日の同予選でのチェコ戦では、ヤンポラークへの危険なタックルから、レッドカードによる退場処分を受けた。ジョバンニ・トラッパ島に監督が新たに就任したのを機に、特に2010フィーファワールドカップヨーロッパ予選で定期的に召集され、2008年11月19日にクロークパークで行われた、 新善試合でのポーランド戦でペナルティーキックによる初得点を挙げている。なお、同試合では実定のノエルがアイルランド代表として初出場を飾って共にプレーしており、ハンと兄弟にとって記念すべきものだった。その後、トラパットー監督の下で UEFA ユーロ2012の登録メンバーに選出されているが起用されることはなかった。ありがとうございます。